池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いよ形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大の人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは七九七アットマーク、FM ギノワンドトコム七九七アットマーク、FM ギノワンドトコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスでも配信しております。えー、リストジオでもね、聞けますので、ぜひ、FM ギノワンを検索してお聞きくださいませ。 アプリケーションをご覧いただきながらお聞き、はい、いただいて、ツイキャスからコメントもお待ちしております。はい、さてさて、今週はですね東京離れまして、えー、長野県軽井沢の別荘からお届けしております、えー。1ヶ月ぶりぐらいですかね、ここに来るのもね。はいえー、実はね土曜日から来てるんですけれども、ちょうど来る日がですね、えー、東京の最高気温が21度。 そして最低気温は13度と。まあね、えー、日中は本当ね、あのー、半袖で,でもいいくらいなんか暑かったんですけど、えー、夜になるとね、いつもうだんだんちょっと涼しくなってきております。てきましたうん、東京は最高気温が21度、最低気温は13度、ね。なんですけど、今、軽井沢は最高気温が13度。<laughs> そして東京 えー、5度、ね、今めっちゃ寒いですね。あのもう夕方、ああこのカレンちゃんだともう夕方になると急に冷え込んできます。なので、あのー、さっきもね、さっきね昨日ですね、えー、スーパーにお買い物に行ってきたんですけども、その時はね、なんだ、あのもうダウンコートを着てる方とかもいらっしゃいましたし、私も。 長袖の T シャツにトレーナーとあと、えー、だっけフリース着て <laughs> 外に出るぐらい寒かったですね、ブーツ履いてる方もいらっしゃる、ちょっとそれは早いんじゃないかなと思うけど、あのそれぐらいちょっとやっぱね冷え込みますね、えー。1年を通じて軽井沢って常に東京と10度ぐらい違うんですけど、いや今ね、まあ、本当に寒い。<laughs> <laughs> 本当寒い <laughs>。でもねこの朝にあのー、すごいこうちょっと寒いんだけどこのなんか凛としたねえー、空気がすごい好きですね。で土曜日の夜にここ到着したんですけどもうストーブとホットカーペットはつけています。うんもうね、えー、灯油は1年を通じて常備してる感じですね。 えー、お庭のね紅葉がすごく綺麗になってまして赤とか黄色が色濃くなってきておりました、えー、今もねそれを見ながらお話ししてるんですけどとっても綺麗ですただちょっとね落ち葉がもうねめちゃめちゃすごくてですねちょっとこれもお掃除が追いつかないからちょっと今日もう,もう今回ねね閉じようかなとか思ってます <laughs>、うん、乾いたクッキー ががね、えー、になっっててててきてますすけれれどもも空が青くてとっても気持ちいい秋晴れの1日ですのたまにはねこう仕事とかいろんなことを手放して何もしないっていうこういう時間を作るってすごい大事だなっていうふうに思ってます。まあ、今回のテーマもですけどね何もしないをするって何もしないをするもうこれね結構大事だなと思ってるんですよね。 じゃないとね、ずっとこう頭が仕事のことばっかり考えちゃったりとかね、もうなんかぐる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 回ってるんで、脳みそを休めるっていうのもすごい大事じゃないかなと思ってます。なので、そんな中ね、こうちょっとリフレッシュしたり、切り替えたり、ね、そんな時間を私はね、えー、極力取れるように頑張ろうと思っております。いつもだったらね、 相チワワのピーチちゃんも来るんですけど今回はちょっとピーチちゃんはお留守番で今私だけなんですけどもうさすがにねこの10月終わりで、えーまあ、普通の週末なのでなんかね周りは全然人がいなくてですねちょっとうちの周りってこうお大通りというか、あのー、人の行き来の多い,ら多いところからちょっと入ったところなので。 えー、真っ黒なんですよ周りがうちしか今、電気がついてないのでちょっとこの山の中1人っていうのも怖いものがあるんですけれども、えー、もうここもね、えー、雪深いところなのでまもなくここはもう閉鎖になって、えー、次、開、えー、けるのはゴールデンウィークくらいになりますので、ね、ちょっとここ、最後、えー、いろいろこう片付けたりして締めに来たところです。 えー、私はね、この軽井沢の別荘でのお気に入りの過ごし方っていうのがあるんですけども、うちあの庭にテラスっていうか、まあづま屋があるんですけど、まあ、そこでね、バーベキューや,やったりとかするんですけど、さすがにもうね、今は寒くてやりませんけど、でそこでいつもね、えー、日光を浴びながらですね、朝食を食べたり、あとはそこで、うん、紅茶を飲んだりとか、えー、寒い時はね、掘、えっ、ー のココア飲んだりしてるんですけどここでこう本読んだりとかなんかそのままねこう日差しはあの暖かいのでなんかそのまんま寝落ちしちゃうなんていう時もあります、えー。時間に縛られずに好きなことをして好きなように過ごすのっていうのは、まあ、むしろ贅沢ですよね。 もう本当なんか、ね、無償にこう一人で自然の中で何もしない時間を過ごしたいっていう時があって、えー、もうそういう時は本当にこう夜、車を走らせて一、まあ、泊でも二泊でも、ねえー、ちょっと時間を作ってくるようにしております。ぜ、え、ひ、ーね、お,お聞きの、ね、皆さんがリフレッシュのために行きたくなる場所とかお気に入りの過ごし方。 ね、ぜひメッセージで教えていただけたらと思います。えー、FM ギルマンの,の、えっと、メールとか、えー、ツイキャスの方でもぜひコメントください。さて、今週のテーマですけれども、今週はあなたの仲間というのを、ねえー、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。あなたの仲間早、うん、いもので、もう10月も終わりです。 ということは、もうの、今年残り2ヶ月になっちゃったんですよね。いや、もう早くないですか、これ。もうね、年,年取るたびに、こう、1年が早くなっていくてね、うわぁ、もう10月みたいな。振り返ると、今年ってなんか、なんか1ヶ月あったかなとかって思うぐらい、なんかもう、今年全力で走ってるんですけれども、 えー、まあねちょうどこう秋中月っていうところでさまざまな切り替えの時期かなと思ってます。 まあ、季節的にも暑さと寒気とさの切り替えですとかお仕事とか学校でも新たな取り組みをするときだったりとか下半期に入ってとかね、えー、いろいろこう切り替えてこう挑戦するタイミングじゃないかななんて思うんですよね春夏っていうのは一気にエネルギーを発揮して、えー、新しいチャレンジをしたりとか目標を立てていきますよね。 があの秋、冬っていうのはだんだん寒くなるしそ空が、えー、どんよーりし,してくるのでなんかちょっとこう寂しい気持ちになっちゃったりとか、えー、しますけどもそれまでの自分を客観的に俯瞰してみれる時期だなというふうに思います。えー、これまでのの自分の行動ははどううだだったんだろかかとかあとあ えー、ここまでの成果ってどれぐらい達成してるんだろうかとか目標達成までにあと何がどれぐらいだ,だろうかとか逆に、えー、目標を達成して改めて何をこう得ることができるんだろうかとか一度ねこんなことを考える機会にするっていうのも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。 目標を達成のためにいろいろ皆さんは努力されてると思いますけれどももしかしてねそれ、えー、ご自身だけで自分だけで必死に頑張っちゃったりしてませんかうん。 もうねあれもこれも昼ごろから皆さん頑張っているので全部自分でやらなくてもいいんじゃないかなって思うんです。もちろん自分自身の目標ですから自分が努力するのは当然なんですけれども全部自分でやらなくてもいいということですね。やるものとやらないものやることとやらないことっていうことを決めるっていうのも大事だと思います。 リファーラルマーケティングは、リレーションシップマーケティング、つまり関係構築型のマーケティング手法なんですよね。なので、自分ができないことは、周りの方のお力をお借りするということも大切です。手伝ってください、えー。協力してください。助けてください。って、それを伝えることもとっても大事なんです。皆さん、伝えてますか その伝え方、お願いの仕方っていうのも、えー、ありますよね、えー。そもそも誰があなたを助けてくれるのでしょうか。それはあなたと関係性のある方にお願いすると話が早くてそして理解と共感を得ることができてあなたの強力な仲間チームメートになってくれるはずです。 リファラルマーケティングの父と呼ばれています相葉イ,イズナ博士は人脈というのは3つに分類されるというふうにおっしゃっています人脈は3つに分類されるまず博士が3つに分類しているんですけれども、えー、その3つはですね1つ目情報ネットワーク1つ目は情報ネットワーク2つ目はサポートネットワーク2つ目はサポートネットワーク3つ目は リファーラルネットワーク情報ネットワークサポートネットワークリファーラルネットワークこんな3つに分けられますまず最初のね情報ネットワークですね。これはどういうことかというと専門的な知識や技術であなたをサポートしてくれる人たちのことを言います専門的な技術や知識であなたをサポートしてくれる人たちのことなんですね 例えばですけれど、何か法律的なことで困ったときとか、確認したいとき、あなたは誰に相談してますか、うん、例えばね、弁護士さんとか、あとは司法書士さんに相談するっていう方もいらっしゃるでしょうしね。うん、またはですけど、これ本当にこう法律に、えー 関わることなので、もしかしたら警察官の方とかね、そういう方とも相談できるんじゃないかなというふうに思います。うん、またはビジネスパーソンの、ね、皆さんだったら、経営管理についてはどうでしょうか経営者の方、特にですね、経営管理についてはどんな人に相談してますか、そういうコンサルの方って周りにいらっしゃるでしょうか。 あとはテクノロジーについて相談したいときネットで調べるだけですかどなたか周りに IT ですとかねそういうウェブサイトとかそういうテクノロジーについて、えー、専門知識とか技術を持ってる人っていますか、えー、また税金経理お金についてはどなたに相談してますか、うんえー、人事について詳しいことを聞きたいときはいかがでしょうか あなたにはビジネスコンサルタントがいらっしゃいますかあなたの分野の指導者だったりメンター、師匠はいらっしゃるでしょうか、まあ、こういう方々が皆さんをサポートしてくれるんですよね。専門的な知識や技術例えば私はですね、そうですね、弁護士さんっていうと、 そうですねうーん20人ぐらいはあの直接お知り合いでいますね。20人ぐらいはいはますね、うん、ビジネスネットワークグループの仲間でも全国にもいますしあとは、えー、もちろんアセンティブのクライアントさんの中にもいます。でえー、弁護士さんにもねそのお専門の領域強みっていうところもありますから例えば交通事故に,に強い弁護士さんとか。 離婚専門の弁護士さんとか、相続に強い弁護士さんとか、あとは国際法務に、えー、強い、えー、弁護士さんとか、ネット犯罪に強い弁護士さんとか、まあいろんな方いらっしゃるんですよね。あとはまあ交通事故でも東京の弁護士さんだったりとか、えー、東何、うん、だっけ東海だったらこの先生が 骨、えー、故専門とかっていうところでもあったりします。なので、えー、そういう,こう法律関係ではこういう人たちとか、ね、司法書士の先生こういう人たちっていうのは、私は結構周りにいますね。と経営管理については、そうですね、まあ、コンサルの方はもちろんクライアントさんにもいますし、私もご相談も、えー、させていただいていることもあります。また、IT、テクノロジーですね。これに関しては もう私ね、あのーまあ、一般的な、ね、パソコンの操作とかはもちろんできるんですけど、あのー、あんまりシステムとか得意ではないのでこればっかりはね、自分がいろいろ調べてとか,なんかこう勉強してとかっていうのはちょっとね、まあ、向き不向きもあるわけですよ。どっちかっていうと私あんまりそういうの得意じゃないのでなのでその IT が得意だったりとか。 えー、物事をいろいろ整理したりするこう事務局的なところで、えー、な部分ではもともと IT 関係の SE だった方に、えー、協力していただいて、あのー、うちのシステムとかはもう全部お願いしちゃってますね <laughs> あとは税金に関して経理に関しては顧問税理士さんもいらっしゃいますし、えー、たくさんね仲間もいます。 人事についてもですね、えー、そういう人事労務に強い方っていうのも知り合いにもいます。そして、うん、ビジネスコンサル、まあ、私自身がね、えー、ビジネスコーチ、ビジネスコンサルしてますので、まあ、そういった仲間もいますね。あとは、えー、私のね師匠的な方っていうのももちろんいますし、えー、あとはメンターですね。えー、私はね3人メンターがいるんですけど、1人はドイツ人。 ですね、もう1人は UK にいらっしゃってもう1人はアメリカにいますが、えー、みんな離れてるんですけれども定期的にね何ヶ月かに1回ですけどお話をしますがいつも元気と勇気を頂い,いて、えー、たくさんの愛情をいただいて、はい、なんとかなんとか頑張ってはおります。ね、どうでしょう皆さん今、えー、これらのことは ね、お仕事をする上で必要な領域だったかもしれないんですけどこれ全部あなたがしなければいけないっていうことではないんですよねもちろん仕事上必要なことではあるんですけどでもあなたが全部やんなきゃいけないっていうことではないんですなのでえー これねなぜならあなたは今のこう法律的なこととか税務のこととかそういうすべてのプロフェッショナルではないので相談できる専門家がいればいいということです、うん、ただもしこの領域にその相談できる人がいないとしたらもしですよ法律のことで ちょっとこうトラブルが起こったとか言って、でも誰に相談していいか分からないっていうんだったらば、えー、そのね、えー、今後またその例えば法律のことで問題が起こったっついった時に解決してくれる人がいないので、えー、そこはね困っちゃいますから、ぜひそういう専門家を紹介してくださいっていうのを周りに、えー、今からね事前に伝えておくといいかもしれないですね。そして2つ目ですけれども、2つ目はサポートネットワーク。 例えば愚痴を言いたいとかストレス解消したい時にはあなたは誰に連絡をしますかまた、えー、逆にね楽しみたい時とかね、えー、盛り上がりたいよとか一緒に喜び合いたいよっていう時は誰に連絡をしますかんあとはね落ち込んでる時とか励ましとか勇気をもらいたい時、えー、みなあなたを勇気づけてくれる人って誰でしょうか 意見や具体的なアイデアを出したい時って誰と相談しますかまた金銭問題とか紛争解決とかちょっと気まずい話を共有できる人って誰でしょうか新しいアイデアが欲しい時は誰と話しますか現状を脱却したい時はどうでしょうか、えー、このサポートネットワークというグループは あなたを精神的に支えてくれる人たちのことを言います。まあ、私もね、まあ、愚痴を言いたいと、愚痴っていうか、もうなんかこんなこと失敗しちゃったんだとかっていうね、えー、もうとかっていう時に、ちょっと飲みに行きたいから付き合ってとかっていう言える仲間もいますし、逆にね、一緒に楽しんでワイワイやったりとかっていう仲間もいます。えー ちょっとこう落ち込んでる時に私をね励ましてくれる勇気づけてる仲間もいます。えー、っとね私ね2年ぐらい前にあのー、ずっと私がフォローしてってこう英語の勉強にずっと活用させていただいてたの。<laughs> ずっとね TikTok で見てたあの方が英語の先生がいらっしゃったんですけどなんとその方が私の地元の草加に住んでるってことが分かって、えー、SNS 上でつながったんですよね。で実際に応援するチャンスがあって前にお話ししたことがあるかもしれないんですけどめちゃめちゃ意気投合して。 でえー、今でもね、あのー、仲いいんですけどもいつもその先生マイケル先生マイク先生って言うんですけどマイク先生は、ね、いつもこう励ましてくれたりとか、あのー、とにかく君の存在が素晴らしいんだとかね、えー、自信を持ってこんなにパワフルでエネルギッシュな女性は本当にいないからその君の存在が僕に勇気をくれるんだ。 だから君はもっともっと自信を持って頑張ってほしいみたいな、なんかね、こう、なんて言うんだろう、励ましもそうだし、えー、彼のそういう言葉がいつも勇気をくれたりとか、こう愛情あふれるね、言葉を言ってくれたりして、まあ、それがね、英語ってすごい分かりやすいんですよね、ストレートで。で、あのー、こう変な下心なく、そういう、あのー、あったかい言葉を言ってくれる。 えー、そういうお友達になれたのはすごく私は感謝してるんですよね。聞聞いてますか <laughs> たまに聞いててまますかたにくれるのでね、はい、なので、えー、そういうね皆さんの仲間に今、えー、お話ししたようないろんなさまざまな場面で、えー、あなたがお話をしたい。 お話ししたいなとか、聞いてほしいなって、あなたを精神的に支えてくれる、こういう人たちがあなたのサポートネットワークということになっていきます。で、これにはね、おそらく複数の項目に同じ人が浮かんだ人もいるんじゃないかなというふうに思います、うん。で、その人っていうのは、いろんな角度で、いろんな感であなたを支えてくれている、とっても大事な。 方ですよねなので改めて何度もお名前が出てきた人に感謝を伝えてみてはいかがでしょうかうん、改めてお伝えするととってもいいんじゃないかなと思うんですよね関係性が深まったりまた次に相談した時に心よくお話を聞いてくれることになると思うんです そしてそれを積み重ねていくことであなたとの信頼関係がより深くなっていって理解できてくると、えー、あなたを周りの人にぜひつなげよう紹介していこうっていうふうに、えー、アクションが変わってくる行動変容を起こしていってくれることになってきますそして3つ目のネットワークこれについては、えー、来週またお伝えしますが3つ目はリファーラルネットワークです えー、リレーションシップ、関係構築があなたのお悩みを解決してくれる、強い味方になってくれます。そんなあなたのネットワークグループ、リファーラルネットワークグループですね。ぜひ、これもね、見直ししていただきたいと思いますが、えー、この続きはまた来週お伝えさせていただきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください、はいえー。でもね、リファーラルの関係ですから、あなたのリファーラルを生み出していく人たちが誰なのかっていうね。 えー、皆さんも、えー、改めて人脈の棚卸しをしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、では番組からのお知らせでございます、えー。毎月開催しております私のリファーラルサクセスオンラインセミナー＆説明会です。 えー、これは来月ですね11月14日火曜日14時から16時30分11月14日火曜日14時から、えー、16時30分で開催しています。これねね本当に、ね、あのー 全国からご参加いただけるようになりまして本当に嬉しいんですけれどもぜひですねお仕事で紹介をもらいたい方皆さんが紹介でビジネスを回していきたい紹介をコントロールするようになりたいなっていう方いらっしゃいましたらぜひこちら。 あのご参加いただくといいと思います紹介ってたまたまもらえるとかね偶然もらえるものだと思ってらっしゃる方はちょっと機会損失してると思いますちょっとどころじゃないですとっても機会損失してると思います紹介はきちんと学ぶと自分で生み出すことができてコントロールすることができるようになりますまさしくそれがリバーラルマーケティング紹介の戦略という風になってきますのでその基礎を2時間半でお伝えさせていただいております えこちらご参加いただいた方はですね多くの方がもうすでに成果を出されていらっしゃいますのでぜひ一度ね体験にお越しいただければと思います。詳細お申し込みに関しましてはアセンティブジャパンのホームページ https://japan.acentive.com からお願いいたします。 えー、本日もですねお聴きいただきましてありがとうございましたちょっとね、あのー、朝晩も寒くなってきたりしていて着るものに困っちゃったりとかすると思うんですけれども、あのー、お体に、ね、お、えー、気をつけてこういう時はは、ね、体調崩しがちですのでお体をお気をつけてお過ごしいただきたいと思います、えー、今日は1週間の始まりですお仕事中の方ちょっとコーヒータイムの方運転中の方もお聴きいただきましてありがとうございます どうぞ素晴らしい1週間と素敵な一日をお過ごしください。アメイジングビジネススペクタクラルライフお相手は池田あゆみでした。それではまた来週いってらっしゃい